去年凱旋で万枚出してどうやってたら、マイジャグで1万5000枚出している客いてビビりました。1万枚ぐらいはね、たまに見るんですよ。このさ、アイムジャグラーでも僕見ましたからね、1万1000枚ぐらいのやつ。1万5000枚あるんですね。いや、それは相当すごいと思いますよ。まあ、上には上がいますんでね。1万5000枚ってどのぐらいだってて、多分もう70分の1とか、回したゲーム数にもなるけど、ただね、1万5000枚も出ちゃうような展開だと、おそらくね、ボーナスの召喚に相当時間食うんで、全部足すとね。そしたらビッグ70回とか引かないと無理なんじゃない？で、総ゲーム数が、8000とか。そんだけビッグを消化したら多分ね、通常ゲームもそんな回せないはずなんで、ビッグ70の負け40とかさ、で8000ゲームとか、みたいな、なんかもう、ねえ。でもなんかほら、このペースだったら1万枚どこか2万枚みたいなことあるじゃないですか。ね、1時間で2000枚ぐらい出ちゃうじゃないですか。それを7、8回、7、8時間続けりゃいいって考えたら、まあできないけどね。そんなこと。できたことないけど。そうだなぁ、マイジャグ。一回ね、僕が開店から、まあ言ったら、まあ4時ぐらいまでですよね。でね、6000枚ちょっとで出る、あれ初代のマイジャグラか、を見たことがありましたけどね。半日。言ったら、まあ3時半ぐらいに、まあ言っても実践ほぼ切り上げちゃうんで、実数、まあ5時間ぐらいなのかな。5時間ぐらいで6000枚。そのペースを維持できればそうなるってことか。ね。一度そういう目にあってみたいですよね。で、僕ずっと言ってるんですけど、あ、これ届くかもしれないっていう展開にもしなったら延長しますから。あの、公務員ライターと言われてる私でございますが、定時帰宅を信条としてる僕ではありますが、ね、じゃあそう覚悟しといてね。俺が夕方の3時半に6000枚出てる時があったら、そこはもうあの、万枚狙いに行くから。その時はもうあの、残業です。覚悟しといてください。こんだけやってて一回もねえけどな、そんなこと。